高橋麗華との高松ペア松友美咲は日本のバドミントン選手。バドミントン日本代表ナショナル A チームに選出されている。高橋麗華とのペアは高松の愛称で知られている。5歳より藍住エンジェルスポーツ少年団藍住エンジェルクラブに所属してバドミントン競技を始めた。藍住町立藍住東小学校卒業。2006年に 徳島県にて全国中学校体育大会が開催予定だったため県外の競合校からの誘いを断って地元の徳島市徳島中学校に入学した中学3年時に迎えた徳島県での全国中学校バドミントン大会ではシングルスで優勝し団体優勝にも貢献した全国高等学校総合体育大会で優勝することを目標に バドミントンの強豪校、セイウルスラ学院 H 高等学校に入学。高校1年だった2007年夏より、同校で1年先輩の高橋玲香とダブルスを組んだ。シングルスでは、高校2年時からインターハイに出場し、時は目学園高等学校の一学年上にいた佐藤最高を決勝で破って優勝した。このインターハイでは、団体、シングルス、 ダブルスで優勝した。高校3年時のインターハイでは団体ベスト4、シングルスでは三谷美奈津に敗れて準優勝だった。2010年3月に高校を卒業すると高橋が所属する日本ユニシスに4月入社した。2014年ヨネックスオープンジャパンで女子ダブルスとして日本人初の優勝。第17回アジア競技大会で 女子ダブルスとして1970年に優勝した竹中悦子、藍沢町子以来44年ぶりに決勝に進出し、準優勝した。10月30日付女子ダブルスの BWF 世界ランキングで1位となった。日本勢の世界ランク1位は、前後種目を通じて、初となった。BWF スーパーシリーズファイナルズでは、女子ダブルスで全種目通じて、 日本勢初の優勝を達成している。2016年全英オープン女子ダブルスで1978年の徳田厚子、高田美希子ペア以来となる日本勢で38年ぶりに優勝した。そして同年のリオデジャネイロオリンピックに高橋と共に女子ダブルスの代表に選出され、日本のバドミントン史上初となるオリンピックでの金メダルを獲得した。その後、株式会社。 テコテックとマネジメント契約をしている。ありがとうございます。